はい、おはようございます。えー、では、いろんな教科書の第3章、大体第3章の2、やっていきたいと思います。えー、ここはですね、主にまあ司法権についての解説になっていきます。えーまあ、司法権の独立と裁判というところで解説していきたいと思います。えー、まず、司法権とは何かなんですけど、争い事や事件を法に基づいて解決する裁判を行う力ですね。 まあその司法権を持っているのが最高裁判所と下級裁判所なわけです。で、まあ、主に行う裁判は2つあってですね、民事裁判と刑事裁判。え民事裁判というのは、まあ、お金や家族もの揉め事、えまあ、特にその犯罪ってわけじゃないんですけど、えそれぞれの揉め事が起きたときに解決する裁判。 訴えた方を原告、訴えられた方を被告と言って、まあ、その言い分を聞いて裁判官が判決を下す。もう訴えた方が負ける場合もありますよね,これはね、えー。どっちが悪いっていうのはこの裁判で決まることですね。で、まあ似たようなので行政裁判という行政機関が相手だと、まあそういう行政裁判になります。で、えー、刑事裁判というのは、これはですね、まあ、まあもちろん悪いを決定すするんですけど、まあ悪いと思われる人はもうその、 思われる人とか団体っていううののはもうそ,のそっち側だけですね、被疑者側だけですで検察、えー。警察がまず逮捕して、そして検察官が起訴して、えー、被疑者が被告人となったことで裁判が始まります。で、裁判では弁護人が、えーまあ、弁護士とかですね、が被告人を助けたりはしますね。まあ、この刑事裁判というのは、もう本当に犯罪行為に対して、えー、行われる裁判のことですね。まあ、この2つ、えー、あるので。 ちょっとどんな裁判かっていうのをね、しっかり、えー、チェックをしておいてください。えー、そしてですね、まあ、裁判っていうのは公正に行われなきゃいけません。もうどっちもそうですね、民事裁判も刑事裁判もそうですけど、えー、公正に行われる必要があります。そのために日本はいろんな制度があって、三審制というね、これ3回できるんですよ、一つの事件に対して。えー、第1審でダメだったら控訴して上級の裁判所行って、そしてそこでもダメなら上告して、さらに上級の裁判所でできると。まあやっぱりね、えー、じっくりやってね、えー まあ冤罪というのもありますのでそういうのが起きないようにしていくというのが大事ですねでさらに新しい証拠が見つかったら再審もできると、ね、過去にあの死刑判決が覆った例というのもいくつもあります、えー、そしてですね、まあ、その中で被疑者被告人の権利、まあ、もしかしたらやってないかもしれないし、まあ、もちろんやってたとしても、えー、やっぱり人としてね、えー 尊重して扱われれるるいいうううのの大事なのでそういう権利を守れるししかしまあそればっかり守っちゃうと被疑者とか遺族がまあかわいそうなことになっちゃうのでそうじゃなくて被疑者や遺族も支援していく被害者参加制度というのを今できていますはいそしてですねえー、これからの時代はですね、えー、我々国民が司法に参加していくという時代になります、えー、まず今始まってるのは国民が裁判に参加する裁判員制度 えー、これ重大な刑事事件について6名の裁判員3名の裁判官で判決を下すという制度です。ももう始ままっていてていいい呼ばれている人もいますでこれは司法制度改革の一つで、まあ、日本ってあんまりね司法と国民が身近じゃないっていうことを指摘されるのでそうじゃなくて。 あまあ、そうじゃなくすために、えー、司法制度改革というのが今進んでいます。で3つの柱は、この国民がより利用しやすい司法制度。国民が司法へ参加する。法律の専門家の在り方を改善する。まあこれはね、まあ、要はだから参加っていうのがこの裁判員制度の日なんですよね。で、えー、まあこれはですね、まあ、時代によってもやっぱりいろいろ不具合も出てきますし、たくさんね、やっていかなきゃいけないので、えー、今後も検討し改革を進めていくことが必要になりますので。 まあ本当に今進んでいる途中だっていうのをしっかり覚えておいてください。そして、えー、最後にね、えー、全体の確認ですね、これは、ね、三権分立、まあ、それまでの、えー、国会と内閣も合わせてですね、日本,まあ、日本も含めていろんな国でこれは採用されてるんですけど、えー、裁判所は他の権力から圧力や干渉を受けない司法権の独立というのを勝ち取っていて、それによってこの三権分立が えー、成立していますこれはもうそれぞれが互いに抑制し合って均衡を保っているチェックアンドバランスをして、まあ、国が、えー、うまく回っていくようにしていこうとう権力を分散してね、えー、集中しすぎるとやっぱり独裁国家とかになっちゃうのでそうならないようにしていますでその中で一番ねやっぱり、あのー、裁判所の役割として重要なのはこれね意見立法審査権 国会というのはもう一番ナンバーワンなんで、あのー、一番すごい機関なんで、まあ、ここがやっぱり権力の乱用が起こりやすいので、それがやっぱり憲法に違反しないかどうかを審査する権利というのが裁判所にあるんですね。なので、裁判所は憲法の番人と呼ばれたりします。 はいえーまあ、こういうふうにです、ね、裁判所を中心とした司法権というのが、えー、国の政治には非常に、まあ、直接立法とか行政をやるんじゃないんですけど、まあ、すごいやのチェックの機能がたくさん、ね、あるという、ねえー、ところをしっかり押さえておいてください、まあ、皆さん裁判員制度もありますし皆さんにとってもこれから身近になっていくものですので、えー、これも必ずチェックをお願いしますそれではまた次の解説でお会いしましょう